こんばんは、千石堂でしょうでございます。3月7日の読売オンラインに面白いニュースが載っていました。タイトルはセゴドンの運命を変えた危険なダイエット。これがですね、非常に面白くて、まあ今大河ドラマやってて鈴木亮平さんかなが演じられているんですが、まあそんなにね太ってるという感じも印象も受けず、そして、沖永良部島にはその遠島になった西郷隆盛がもう激痩せしてる像があったりするわけです。その西郷隆盛がダイエットって、どういうことなんでしょうと思って、この記事読んだら非常に面白かったです。リンク貼っておきますので、興味のある方はぜひね、全文を読んでみてください。簡単に記事要約してお伝えしたいなと思います。なんで太ったかっていうところだけですね。西郷は薩摩の郷土料理豚骨に目がなかった。今の一般的な豚骨のイメージとは異なり、骨付き豚肉のぶつ切りを桜島大根と一緒に鍋で煮込み、黒糖や麦味噌、焼酎で味付けしたもので相当なカロリーがあった。白米やうなぎのかば焼きもよく食べ、下戸で甘い砂糖菓子も好物だったというが、から太るのも無理はない。今も残る軍服のサイズから推測される西郷の身長は178センチ、体重は108キロもあったという。高脂血症による動脈硬化のためか胸の痛みを訴えるようになり、心配した明治天皇はドイツから招いた天皇の爺テオドール・ホフマンに西郷を診察させた。天皇の命だから結果にコミットしないわけにはいかない。西郷をメタボと診断したホフマンは過激なダイエットを犯し、これが西郷の運命を変えたというような記事なんです。まあこれ一節だけですよ。実際もっと長いんですが、はい。で、178センチ、108キロというのが、これ実は、40歳を過ぎてから太ったと言われています。たまたま見ていた、タイムボカン、またアニメの話なんですが、でもね、ちょうど西郷隆盛のことが取り上げられて、同じような太った、その後ダイエットしなきゃいけないというようなネタだったんですけど、それとちょっと被るような内容です。そして、驚きのダイエット法というのが、こちらです。まずですね、食事制限です。まあこれは今でもよくありますよね。白米とか豚肉を控える、糖質と脂質を控える、そして散歩ではなく山歩きを推奨されたそうです。この時にただただ山歩きをするだけではつまらないということで、ウサギ狩り、その時に狩り用の猟犬として犬を飼うというようなエピソードがそのタイム五感の方で紹介をされていました。そしてここからが究極です。名前だけ聞くと大したことはないです。ヒマシ油を1日に5回飲む、たったこれだけのことなんです。さあ、油飲むだけなんてこんな楽なことないじゃないかって思われた方、これ全然違いますからね。このヒマシ油って何かというと下剤です。下剤による強制的なダイエットにより、西郷隆盛というのは3年間で28キロのダイエットに成功したそうです。まあ80キロまで体重が落ちたそうです。まあダイエット自体は成功したんですが、ただ猛烈な副作用、その副作用が、まず一つ目が胃腸が弱まること。まあ油飲んで下痢してますからね、それは当然です。そしてこれが原因で精神的に参ってしまったそうです。なぜかというとですね、最大で1日に50回以上もトイレに行くことになったそうです。50回ってもう1日24時間ですからね、1時間に2回ペースで行かなきゃいけない、まあ平均するとですけど、とってもやってらんないですよね。今みたいにウォシュレットとかですね、素晴らしい技術のある時代じゃないですから、まあ当然お尻も痛かったでしょう。で、ここからがこの記事の面白いところ。もしホフマンのダイエット指導っていうのがもう少し緩かったらどうだったのかということなんですね。これによってこの記事がまとめているのは、明治6年の政変はなかった、つまり西南戦、その後の西南戦争が起きることはなかったんじゃないか。ただオチが一つあります。ただですね、動脈硬化が原因でもうとっくにその後亡くなってしまっていたのかもしれないということでした。まあね、どういうふうに、歴史っていうのが転ぶかわからないんですが、もう本当にこのね、ダイエットが原因で明治6年の政変が起こり、その後
西南戦争というような流れになっていたのなら、原因はこのホフマンというですね、医師にあったのかもしれません。まあその辺はね、どうなんでしょう。そして大河ドラマはこの後どうなっていくんでしょうか。体重的な部分も含めてちょっと気になるところだと思います。はい、ということで本日は、読売オンラインの、セゴドンの危険なダイエットという記事についてお伝えをしました。ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。